三島すごく釣れない、めっちゃ難しいんだけど全然思っても見なかった展開だな。でも面白い。うわ来たよ、やばいやばい、でかいっす、でかいっすマジで。今回は三島湖です。連休終わって5月中旬、まあ完全にもうほとんどスポーンは終わってると思います。かといってドアフターなのか回復しだして追うのかはまだ全然やってみないと分かんないんだけれども、でも状態的にはもう平穏無事な日で、雨で濁りももう終わっちゃってるし、あの普通の日の晴れた暖かい日っていうことで、どうなるかやってみますね。何からやろうかな。俺さ、こういう分かんない時は、まあ、普通はスピナーベイトからとか、あの普通なんだけど、バズベイトあたりと、バズベイトとあとあれか、あれもやる？フラットサイドで最初に投げてっていいのは。ボル2とかやってみますか。まずボル2グリッパーからスタートじゃなくて、だってあまりにも平穏無事なんだ。久々に水があるシチュエーションだよ。でもそういう感じじゃないね、なんかね。ちょっとスピナーベイトはどうなんだろうって。でもこれの威力がまだ分かんないからね。俺も釣れてるんだけど、あの本当は本当に本当の力をこれから自分で検証しながら。いいんだけどね、面白いよね。やっぱ小ギルですよ。まあ亀山とかでもこれテストしてんだけど、結構あのトゥイッチしながらのピッ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 ってやっても食うし、普通でも食うし。これビッグエスケープ、フットボールヘッド7ぐらい。まあ俺が今最近こういうカバーを打つのに使ってる。わかった。結構ね、今のこれだけのこの攻めでこのエリアはやっちゃいけないってことがわかりました。俺はね、俺はやっちゃいけない。ちゃんとあのスローで小さめの食わせをやれる人は、魚はいるから。これね、実はね、あの今日この日は俺の日なんだけど、明日はね城之上くんが入ってくんで、このすごい、俺が楽しみ。どうするこれみたいな。結構あ、これ全然浮いてくるし平気だなっていう感じでもないし、巻いて反応してくる感じも今んとこ俺には何もないんだよ。それどうするって感じ。ちっちゃすぎて食えない。出てきたけど今バスボションって。ちょっとあの確信をやってみよう。
もうなんかもう攻めるって感じの雰囲気は到底今俺には感じられないよね。140とか170とか入ってんだけど、ここにあるのがね、こいつを投げよう。新色クリアで、今日みたいなこの中途半端に食わない、老いが悪い時はこういうのでビッグフィッシュを狙ってみましょうみたいな。いいんじゃないんですか。ここなんかいいですね。まさに深ベイトカバー。下がってこい。面白いね。でも次々といろんなルアーを試すのには、まあこれはこれで、魚はねなんかねたまにいるんだよ。なのに俺が全然釣れてない、釣れてないっていうか魚にコンタクトできてない。もっとスローなのは多分合ってんだと思うんだけど、今日は別にビッグフィッシュに集中して来ればビッグフィッシュ以外来ないっていう釣りをしてるわけでも何でもなくて、どんな状態なのかをちゃんといろんなルアーで見てます。俺自身が自分でそういうなんかどうなのってちゃんとしたゲーム、ちゃんとゲームをやってみてんだけど、すげえ全然反応してくんない。俺の食わせを入れてみますか。俺の食わせはこんな感じですね。ね、ワッキーのコミルのこういう感じなんだけど、それを三島湖って結構こんなになって引いてるとすごい良かった時とかあるんで、その逆にシェイクしちゃうよりで、ちょっとやってみる。どう？釣れてる？朝釣れた？なんか全然食わなくてさ、困ってんだけど。うん。あ、そう、数釣りリグでも、じゃあ俺みたいに強強で言ってると全く食わないの、そういうことか。あれとはみんな大好き、1/4。降りよう。手に負えません。すいません。本当ごめん。全然釣れないんだよ。なんかきっかけもないっていうの。でもさ、本当城の上のは見たいよ俺。楽しみだよ。いや。すごい楽しみになっちゃって、これ結構きついぞ。最初に俺が安いとやっといた方がよりわかるな。やつは知らずに来てどうすかねとか、もうバクバクだよとか俺が言っちゃったりする。お、すげえでっかいギルがいる。ってことはでっかいギル見てみ、そのギル、ここ今左俺の手前でかい、左行ってる。ってことはギルネストあるってことなのかな。バス混じってないかな。それだけなんだけどね。
わらわら見て、このでっかいギルがわらわらついてきちゃって。お、食った。おー、やっぱあんな奥からだよ、やっぱりギル。おしゃ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 、小ギル、これギルネスト好きだよ。今俺ギル探して、で入ってきてシャローに、すげえシャローなのって見えちゃいないんだけどさ、適当にさ、すぐ食ったよね。これです、はい、小ギルの釣りでした、すいません。でもそんなチビじゃないでしょ、チビ来ない。こんなのさ、天国になりそうな場所だよな、入ってきちゃったら。すごいぜ、このねギルネストにつくばすげえの来るからさ、もう驚くべきぶっといの、今の時期なのに。なんでこんな太いんだよ。お、いた。お、入ってきてる。2匹。こいつらが見つければ行くかも。ガーゴジャップだ。待ってくれ。お、はい、どうですか。でかすぎる。ごめん、でかいわ。やっぱりプリじゃん。はい、行き着くんだな、またこれが。やばい。ごめんごめん、ちょっとドンピシャすぎたよ。三島、あんなに釣れてないのに。行き着いた。ありがとうございます。でかいっす、でかいっす、マジで。55超えたよ、57。たまにはね、バスフリックスでね、俺がねちゃんと釣るんですよ。57ですよ、バスフリックス記録ですよ。俺の中でね、みんなが見てる中でね、こう外を見てて、このギルの感じ見て、これ中いるかもって入ってきてたら、来た、泳いできた、ぶって向こう投げてやって、あ、食ったみたいな。もう超簡単で、すいません、そんな釣りしか俺できないんだよ。でもこれからこれ水温上がってきちゃうから、まだもう一匹ぐらい釣っちゃってもいい。ダメか。でももうこのタイミングが二度とないかもしれないしね。でも一昔前だったらこんな釣りも知らないもんな。子供の頃から知ってるやな。一人で優勝しちゃうよな。やっぱこういう巻きじゃ食ってくんないよな。でも一応やろう。まだ40後半のが3匹ぐらい入ってるから、一緒にスクールで入ってきて食っちゃったからさ。来たよ。
やばいやばいやばい。来たよ。プロトクランクで。でかいんだけど。やべやべ。やべやべ。やべやべ。やめて。プロトで食っちゃったよ。来ました。今度はちゃんと巻いて食ったよ。はい。ゴンだって。やばい。ごめんごめん。しかもこのキングの良さ両方。いや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 、このサイズ来ると思わなかったよ。でもやっぱシャロークランクで来るんだな、あの手のバスが。さっきのは不利だったんだけど、回復したメスだね。でもね、こんなでっかいのも。ありがとうございます。パターンがバッチリハマりました。ちゃんとやアプローチすれば、この嬉しい。俺初めてこのシャロークランクでこのサイズがこのギルパターンで食うの初です。コマが増えました。しかもプロットだけど。また55超えてますけど、ほらだろ。これなんかこっちだ。あの言うことなくなっちゃった。あのこの泳ぎで、この泳ぎでいいのかな。この泳ぎ面白いよね。なんかね、もうここまで来てればもう結構完全体なんだよ。前のより全然ちょっとかあの小さめにしてんだけど、バスフリックスでもなかなかこんだけバンバンってこのサイズ55アップ2本続けるのはないですよ。ちょうど入ってくれた魚が入ってきて、でちょうどその入ってくるような状態の時のシャローに俺がいるから、それだけで俺がいるってことで。そうだ、俺これで釣りたいものがあるんだ。これエルビル150スーパーロール系。普通に巻いてもこう浮いてんだけど、ゆっくり巻いてこんくらいで来るんだけど、これを、おお、嘘だろ。ちょっと待てよ。こんなことあんの？今説明だよ、俺。説明しようとしたら下から加えてっちゃったよ。やばいな、このルアー。エルビルごめん、何これ。加えました。あの初めて、あのアクション説明、アクションのさせ方説明でもう下からかぶって加えちゃってた。ただ巻くと結構ロール系、ロール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 、こういう感じ。それでこれをシェイキー巻きっていうの、日本だと。
まあ Twitch だよね。チュッチュチュッチュやりながら右左はすごい行くから。初めてで俺もこん、しかもこんなでっかいルアーの説明でさ、こうやるでしょこうでしょ、パクった食っちゃった。ザ・三島湖晴天昼間、今1時前です。12時台でこんなに釣っちゃったよ。でもなかなか俺がこんな一箇所でこんなずっといろいろやってることってないんだけどね。ちょっと面白いじゃない、試すのに。でまだネスト、あのギルネストがあるわけじゃないんだよ別に。ここただちょうどギルが入ってて、バスがそこにたまに入ってくる。結構浮いてるっちゃ見えてきてるから。あっさりダメだったね。な、地合いは来なかったね最後。でもよくある、ありがちだよな、昼間の方が地合いっていう。12時が地合いだったという。いや面白かった。まああの小ギルはねちょっと食わせ系なんで、あのうん、まあでよくやってくれたって感じなんだけど、やっぱクランクで55は俺もうなんかやっぱりドンピシャの場所に入ったんだなっていう、そのフィーディングちゃんとしてくれる、それがね嬉しいです。ということでですね、デイ2はジョノウエ君が登場しますんでね、あの彼にもう今日釣ったあのギル場所は俺は言わず、朝からわざと言わないっていうか、言ってつまんなくなっちゃうから、ジョノウエがどうたどり着いてどういう風にあのいつ頃泣きを入れるかとか、朝からバンバン行っちゃうのかとかね。あ楽しいな俺。ではでは今日はありがとうございました。なんかねこういう時に寝る時最高気持ちいいんだよな。やったぜ今日なんかもうって、わかるよねみんなね。